はい、こんにちは、116インズです。今回は何かとお騒がせなアンソニー・レンドーンの全盛期についてお話していきますが、エンゼルスに来てからというものパフォーマンス面では大型契約には見合わず不良再建気味なレンドーン、先日ポッドキャストに出演した際冗談交じりでありましたがシーズンが長すぎると発言し、近年怪我などでまともに稼働できていないことから多方面からお前が言うなと批判の的になってしまいました。まあ実際レギュラーシーズンの負荷が選手にとって重いのはそうなんでしょうが、レンドーンの最近を考えたらファンなどの反感を買ってしまうのもこれもまた仕方ないように思ってしまいます。エンゼルスに移籍してからのレンドーンさんは本当にどうしてこうなってしまったんでしょうか。短縮シーズンとなった2020年は期待通りの働きを見せましたが、それ以降の2021年から2023年までの3年間合計で148試合しか出場できず、稼働率に直して 30% ほど。また試合に出ている時もかつてのようなパフォーマンスからは程遠く、この3年間合計の OPS はせいぜい7割程度。おまけに怪我で離脱中にもかかわらず乱闘に思い切り参戦したりですとか、ファンと喧嘩したりですとか、トラブルも起こしてしまっている始末。正直エンゼルス時代のプレーだと左打席でホームラン打ったことが最大のハイライトなんじゃないですかね。こんな具合にちょっと残念な感じになっていますが、ただレンドーン本当はこんな選手じゃなかったはずですよね。本当はリーグでもトップクラスの素晴らしい内野手でしたんで、今回はそんなレンドーンの全盛期の凄さを6つのポイントにて振り返っていきます。まず1点目、レンドーンはアマチュア時代より高い期待を受けていた選手でした。ライス大学の主砲として活躍していたレンドーンは大学2年生の2010年に63試合で打率3割9分4厘、ホームラン26本と圧倒的な打力を披露し、全米大学野球の最優秀選手賞であるディック・ハウザートロフィーも受賞。2011年ドラフト全体1位指名の有力候補に名前が上がるほどの選手でした。2011年は怪我などもあって少し評価を落としてしまいましたが、それでも全体6位でナショナルズに指名を受けプロ入り。ナショナルズのマイク・リゾー GM は当時レンドーンを6位で指名できるとは思っていなかったようで、非常に喜んでいる様子がコメントからも伝わってきました。2点目、ジマーマンを押しのけるですね。2013年に MLB デビューを果たしたレンドーンでしたが、ナショナルズには長年チームのサードを守ってきたライアン・ジマーマンが在籍していたことからセカンドの出場が多くなっていました。ただ翌2014年はジマーマンの故障離脱が多かったこともあり、レンドーンの本来のポジションであるサードでの出場機会が一気に増え、ここで大ブレイク。2014年は153試合に出場してホームラン21本、 WRC プラス130、ベースボールレファレンスサンスのウィンザブリプレイスメントで 6.5 を叩き出し、サードレギュラーの立ち位置をジマーマンから奪い、そして確立するシーズンともなりました。もちろんジマーマン自身も怪我などの問題を抱えていて、サードでの出場がだんだん厳しくなっていたのも事実ですが、レンドーンのこの年の活躍が大きかったのもまた事実。よくプロスペクトのためにポジションを空けようなんて話も MLB では出てきますが、個人的にあれはあまり意味がない話だと思っていて、というのも本当に優れた選手はポジション関係なく出てきますし、なんなら既存のレギュラー選手を上回るぐらいの活躍を見せていきますので、レンドーンがそのいい例だったんじゃないでしょうか。3点目、2016年頃から2019年にかけてレンドーンは冗談抜きで MLB でも10本の指に入る野手でした。2015年は怪我で長期離脱となってしまったんですが、2016年から2019年にかけてのレンドーンはというと、毎年安定した活躍を見せ、4年連続でホームラン20本以上。2017年から2019年の3年間は毎年 MVP 投票でトップ10レベルの活躍も見せていました。この間オールスターにはなぜか1回しか選ばれなかったのは不思議ですが、高いレベルの活躍を毎年見せていただけに、しばしば球界で過小評価されている選手といえば、まあ多くの人がこの当時はレンドーンの名前を挙げたんじゃないでしょうか。その裏付けとして、こちらが2016年から2019年合計のウィンザーオリペースメントを並べたものになりますが、今では信じられないかもしれませんけれども、レンドーンの 22.7 はこの期間中 MLB 全野手中8位です。水準的にはブレグマンやリンドア、イエリッチ、ホセラミネスといった面々とほぼ同じですね。2016年からのシーズンごとのウィンザーブリプレイスメントは 4.5、6.1、5.1、7.1 とどこかで一気に稼いだわけではなく、本当にまんべんなく高水準と。続いて総合的な攻撃力の指標である WRC プラスのランキングも見ていきますが、2017年から2019年までの3年間合計の WRC プラス145はこれもまた同期間の MLB 8位という水準です。WRC プラスは常に100が平均となりますので、この間のレンドーンはリーグ平均と比べて 45% も上の攻撃力を誇ったことにもなります。またレンドーンは決してホームランバッターという感じではなかったんですが、その代わり二塁打を量産できるバッターという印象が強いですね。こちらが2017年から2019年までの3年間における二塁打数をランキングにしたものですが、カスティアノス、ベッツに続いてレンドーンの二塁打129本は MLB 3位タイだったと。2017年から3年連続で二塁打40本以上、2018年と2019年は2年続けてリーグトップの二塁打も記録しました。こんな感じでこの時期のレンドーンはナショナルズ打線の中軸らしく、本当によく打っていましたよね。
また前世紀のレンドーンはシンプルにバッターとしても頼りになりましたよね。これが4点目。特に打ってほしい場面できっちり結果を出せる選手で、2017年から2019年合計で得点圏時の OPS が MLB5 位でした。得点圏での成績や初戦は状況別の成績にしか過ぎず、指したる意味もないかもしれませんが、とはいえ打たないよりは打った方がいいですし、また局面の重要度が高いハイレバレッジシチュエーションでもちゃんと結果を出していましたんで、頼りになるという表現自体は決して間違ってはいないのかなと。2019年に126打点で打点王に輝いたのも、こういったチームが打ってほしい場面できっちりランナーを返してきたことの積み重ねと考えることもでき、そもそもの打者としての成績も良かったので、やはり打線の中軸としてしっかり役割を果たしていたと言えるでしょう。5点目、レンドン守備もうまかったです。これだけ打者として優秀であるにもかかわらず、サード守備も一流で、2016年から2019年合計で、サードを1000イニング以上守った選手のうち、レンドンの DRS プラス30は同期間 MLB3 位。水準としてはサードの名手として知られるマリー・マチャドと同じです。UZR プラス28は MLB2 位。上にいるのは2018年と2019年2年続けてエールのプラチナグラブ賞に輝いたマット・チャップマンだけで、OAA プラス12も MLB9 位でした。まあだからこそあれだけのウィンズオールプレイスメントを残していたわけですけれども、まさに攻守揃った選手だったわけで、本当にナショナルズには欠かせない選手、それがレンドーンだったと思います。そして極めつけは2019年、ナショナルズの球団史上初めての世界一の立役者でもありましたよね。あの年のプレイオフはシャーザー、ストラスバーグ、コービンの文字通りキャリアを削る熱投や、ソトやケンドリックの活躍など印象的なものが多いですが、レンドーンも特に窮地でチームの起爆剤的存在になったのが印象深いかなと。例を挙げますと、ドジャースとの NLDS 第4戦、負けたら敗退の状況でレンドーンは3回に同点に追いつく犠牲フライ、さらには5回に勝ち越しタイムリーを放ち勝利に貢献すると、続く第5戦は7回まで打線が沈黙し、2点ビハインドのまま迎えた8回、先頭のレンドーンがカーショーから追い上げの一発を放って、これで1点差。続く外にもホームランが飛び出し一気に同点、この試合を延長で制しています。その後進んだアストロズとのワールドシリーズでも負けたら終わりの第6戦、レンドーンは初回に先制タイムリーを放つと、7回にはリードを広げる貴重なツーラン、9回にもタイムリーを放ち、この試合4打数3安打5打点の大暴れで、まさに頼りになる男が土壇場でチームを救いました。続く第7戦は6回までザック・グレンキー相手に打線がわずか1安打に抑えられていた中で、 NLDS 第5戦の展開と似たような感じにはなりますが、レンドーンが一発を放ってこれで1点差。結果的にはこの後飛び出したケンドリックの逆転弾にもつながる大きなホームランともなり、引いてはナショナルズの世界一にもつながったわけです。2019年のプレイオフ合計17試合でレンドーンは打率3割2分8厘、ホームラン3本15打点、ランプロデューサーとしては申し分ない活躍で、また劣勢の状況でチームにいつも勢いをもたらしたのはレンドーンのバットだったわけです。ナショナルズの世界一は主力の誰一人かけても語れないレベルだったかもしれませんが、レンドーンは特にその一人だったんじゃないでしょうかね。この時は本当にいい選手だなと思っていましたし、オフに FA となってエンゼルスと結んだ7年総額2億4500万ドルの大型契約についても、まあまあ活躍考えたら妥当だなと感じていたんですけどね。こんな具合にナショナルズ時代、前世紀のレンドーンは素晴らしい選手だったんですが、一体なんでこんなことになっちゃったのかなと。エンゼルスとの契約はあと3年、復活してほしいなとは思っていますが、今季が34歳のシーズン、年齢的にはそれが実現するのはだんだん厳しくなりつつあります。レンドーンくらいの選手でもこうなっちゃうんですから、大型契約の難しさも同時に感じるところです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、メルビンに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。